皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も大森チャリソーデラックスで遊んできました。今回もデラックス2ギャラクシーですね。何座ですかね。大牛座、相手座、水亀座、カニ座とか天秤座とかですか。ということで今回はステージ4はサソリ座でございました。サソリ座の女ですね。さあステージ4の1位、サソリ座で一番明るいアンタレスストリートと、毎回なんか明るいのを出してこられますけど、さあこちら動画を見て次のステージですね、今後のアップデートのためにご覧くださいということでしたが、なるほどもぜひですね、よろしければ今後のゲーム実況のためにドカーンと、他のゲーム実況の動画もご覧くださいませ。さあこれクモちゃん撮ると動きが遅くなるんですか、鈍くなるんですか。じゃあ下手にあのクモの死には絡めないですね。すごい大ジャンプ。さあジャンプ、おお、ラフレシア、怖いですね。強烈な匂いを発してからでしたっけ、虫を集めるんでしたっけ、なんかありましたよね。一回入るとなんか出れないような仕組みのお花。危ない、ああ終わった終わった終わった、おお来ました。終わっていなかった。あの赤いマーク何、なんか怖いですけど、おお、ゴールいたしました。さあではメダル3ついただいて、ステージ4の2、サソリ座で2番に明るい、ジュバウラ通りですか、ジュバと。さあ行きましょう。もう走ってますけどね、321って出てますけど、うわブロック付きですか。探検隊の方ですか。ここはなんかあれですか、ジャングルみたいな設定なんですかね、サソリ座。さあジャンプジャンプ、何かですか、宝を見つけて探検されてるんですかね。よしギリギリ。いやラフレシアさんといえばですね、ガンダムさんでしたっけ、リグザムさんとかラフレシアとかなんか出てますよね。リグザムさんでしたっけ、名前をいまいち覚えてない。ジオンクさんとかなんかエルメスさんとかなんか大きい機体ありますよね、懐かしい。お、三つ目ゲット。で私ガンダムさんのゲームで遊んだことないようなゲーム実況の方ですけど、さあ4の2クリアです。さあステージ4の3、英雄はサソリが苦手と、オリオンサソリ公園通りと、あ、まあ、ちょっと戻っちゃった。さあ4の3行きましょう、まあ、昔 PSP 持ってましたので携帯ゲーム機ですね、そちらで遊んでましたね。ガンダムさんファミコンで言えばガチャポン戦士さんとか懐かしい、ナイトガンダム物語とかですね、多分皆さん分からないと思いますけど RPG ゲーム面白かったですね。さあジャンプして、この上は何もないですね。赤いの踏んだら橋は崩れるんですね。ああ、あの下にあったメダルがもう戻れない、あの頃へもう戻れないっていう。さあ3つ目を確認しておきますか、下にありそうな、あ、上にあった今度、あ、待って待って待って、あー落ちちゃった、ジャンプタイミングが難しい。さあ、あてらのメダルは後で回収しておきます。さあ、すごい。なんか遠足に来た小学生みたいな感じですけど。さあ、ステージ4の4。夏の大三角形にいるサソリがダメ。なんとか、闘技場通りですか。まあ、夏の大三角形はわかりますね。歌で私覚えましたから。デネブ・アルタイル・ベガですね。化け物語さんの歌で覚えましたね。いや、よかった。皆さんお聴きくださいませ。いい曲です。タイトル忘れました。はい。待って。あんなにボール。なんか当たったらダメなんです。シャバーもう一回ジャンプしておけばよかった。いや、あれなんですかね。触れたらダメですよ、絶対。さあ
お願い、耐えて。あ、耐える、2回ジャンプ。さあ、あともう1個、メダル。おお、サソリ。サソリ皆さん見たことありますか？私、ないですね、多分。ここにあったよな、やっぱり。動物園とかでも、ないですよね。いますっけ？あ、いた。さあ、では、コンティニューして。よし、危ない。あとは、ちゃんと動画を見て、メダル回収して、クリアですね。じゃん！サソリの方が。さあ、回収いたしました。では、ラスト、ステージ 4-5。本当は、お牛座の男、サソリ座の女優先道路。おお、ちょっと待って、びっくりした。ジャンプ台が見えなかった。さあ、またちょっと難しくなってきましたね。一回最初からやりますか。前回まで簡単だったので、ものすごくギャップが。やっぱこの蜘蛛の巣が厄介ですか。二段ジャンプしておけますか。もうミラティブさんがすごい皆さん配信されてますよね。お、これ乗れそう。ビヨーンと、お、乗れた。危ない。お、あ、3回ジャンプ使っちゃった。あれ、なんか当たったらダメそうな感じするんですよね、色的に。お、2つ目のメダルがまだないのはちょっと気になりますけど、あ、ありましたか、これ。2つ目でしたね。よーし、見えない見えない。下下、おお、下が見えないのが一番困りますね。さあ、3つ目のメダルどこ。ギリギリ、あ、踏んじゃった、踏んじゃったというか、踏めなかった、だった。猫踏んじゃった、猫踏んじゃった。よーし、やっぱ下でしたか。勘が冴えましたね、今回は。結構下の方が割合多いからね。メダル隠されてるの。よし、あともうちょっと。おそらく。ガールと。これ、サソリ座のマークですかね、この旗。さあ、それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。